ファイナルが始まりますよ、皆さん。これがですね、またですね、どうなっていくかっていうね。よいしょ。さて、どっちが勝つと思います？これから男子始まるんですけど、いやー、まあトヨタ合成はバランスがいい、非常に近年バランスのいいチームになってきてるし、うん、それぞれのポジションで仕事する人がたくさんいるしね、それをこう考えると基本に忠実なトヨタ車体がどうやってトヨタ合成を抑えていくのかっていうのが、まあ、一つのポイントになるかなと思いますね。トヨタ車体はもう絶対ディフェンス、このトヨタ合成の攻撃を、止めることができないとなかなか難しいと思う、ディフェンスが良くなればリズムができて攻撃にもいい影響を及ぼすと思うので、やっぱりディフェンスやな。ディフェンスが良ければ速攻にも出るだろうし、速攻に関しては、まあ、杉岡、渡辺のサイド陣も速いし、あとはあれですよね、バックプレーヤー走り込んでの吉野のシュートとかもいいから、まずはディフェンス、もう圧倒的にディフェンス、そこからリズムを作りたいよね。合成としたらこの圧倒的なこの攻撃力で得点が止まらなかったら、ハイスコアなゲームになったらもう合成のゲームになると思う、さあ始まりました、トヨタ車体対トヨタ合成、いいよ、頑張ってほしいわいいハンドボールをしてほしい、いいハンドボールを、もうここからねスイッチ入ってやってほしいんだよね、いいと思うよ、強い強い強い、1対1、もう橋本がすぐ警告になったな、これが一つ基準になるってことだね、ナイスキーパー、6対5、ここでね点数取りたいんだよね、合成としたら、6対5なんだけど、これで点数取れないんだよね、あそこで的確な判断と速いパス回しからの動き出しやってほしいよね。水町、そうか、26歳か、まだ若いな。ああすごい、いやーいい突破だ、古谷っていうこの選手はですね、まだ1年目か2年目ですよね、いやー今のスピードがあってすごいいいプレーだったね、吉野が危ないね、退場、吉野の腕を引っ掛けるようなのが一番危ないね、笠原押してはいるけど、腰を豪輝の7メートルも上手ですからね、腰をもね全然音楽なんか流れてもないのに話しかけて欲しくないからイヤホンとかヘッドホンをして試合前に集中するっていうね、腰をね
コシオもなんかあれだね、ちょっと前まで若手の可愛い顔してるなみたいな感じだったのに、もうなんか貫禄のある顔になってきたね、キャプテンで。一回ね、この子は中京大に入るって時にトヨタ車体にも練習に来てたんですよ。ガモさんかな、サクトリ先輩かな、連れてきてトヨタ車体となんか練習したのか見学したのか一緒にやったんだよね。あーうまい。渡辺陣のさ、今のシュートなんかもそうなんだけどさ、ふわっと浮いてこのボールの持ちがいいからいいよね。グン、グンっていうこう上に飛んでさ、この空中で持てるからね、あのシュートのバリエーション、シュートのタイミングができるよね。チャオ、このチャオは本当にヨーロッパでも通用すると思う。この子はすごい。すごい、チャオは本当すごいと思う。だから日本が最高峰のリーグになるって言うんだったら、チャオみたいな選手、バラスケスみたいな選手はやっぱ必要。まあ、それもさ、チャオがさ来たのもさ、うまい、あのあれだよね、琉球コラソンがさ、台湾から呼んできてさ、沖縄と台湾のなんか友好か交流かのなんかのさ、関係で来たんだよね。すごいよね。で最初なんかそのおすごい、平均の倍飛んどるぜ、すごいな、これ3次元分析みたいになってる。あーナイスキー、あーずれた、いやーすごい、今日はなんか渡辺祭りな感じがするね。最初から3の3だぜ、渡辺すごいぜ。なんか昨日はなんかあんま元気ないかなと思ってたんだけど、もうね、プレッシャーに強いというか本番に強いよね、ジンは。なあ、ああいうプレーって細かいけどすごくいいんだよね。ディフェンスにブロックがかかってるんですよ、ブロックが、あのブロックが効いてるんだよね。渡辺のこの一歩の速さだよね、このパスからパスを受けるときのストーンっていうこの速さ、これがやっぱりあるから触れないよね、あれ以上は。こっからのホッホッ、あー足がな、ちょっとこれナイスジャンプですよ、これチャオ選手バレないようにやってましたから今。バレないようにってわざとやったわけじゃないんだよ。ぶつかったんだよね、このシュート体勢の時の逆の足に。そうですね、大きな怪我ではないといいんですが、
宮崎選手こう精神的な支柱でもありますし、ね、まあ大丈夫だよ、陣は、ね、陣は大丈夫、怪我しない、あいつは体強いで、はい、ただ今世ゴールキーパーを下げて5人で攻撃しています。まあそうせざるを得ないということか、この局面はチャオシンちゃんもいません。そうだね、今年はちょっと観客増えましたよね、今日は。昨日まではちょっと寂しいなと思ってたんですけど。おおすげえ今のシュート、今古谷やろ、すげえ。あ、宇都宮頑張れ、あ、宇都宮、宇都宮いいよ、宇都宮ナイス、宇都宮。いや、その前の古谷のシュート素晴らしかったね、あれはすごかったね、なかなか打てない、ナイスキーパー。岡本大輔は頑固やろ、 あれやな、徳田新之助と一個違いだったかな。あー、数的不利だとね、やっぱこのパスワークからのカットインはなかなか止まらないよね。ゴールキーパーを含めたところで、この序盤の序盤はトヨタが車体のペースだよね、体重も取ってるし、戻りましたからね、トヨタ合成が6対6、この6対6からまたセットオフェンスの攻防、こっからナイスカット、こうやってボールを簡単に失うとちょっと厳しいよね、ちょっと厳しい、だからこの6対6の攻防、まあ1人ポンポンって2人退場が出た合成としたらしんどかったんだけど、まあ本当の勝負はここからだよね。なんでだってあと52分あるんだもん、試合は60分のゲームが、こっからどうやっていくかやな、ハンドボールの流れが、振りそうやね、今もそうなんだけど、下で橋本と岡本ゴール、やり合ってんだよね、ポストが。でチャオに対して1対1かけてんだけど、チャオの1対1のスペースがすごく広くなってんのよ、そこをパワーとスピードで持っていけるかどうか。あー、ナイスプレー、すごい、キキリクラすごい、真ん中の真ん中をカットインしたぜ、真ん中の真ん中を、ほっほっ、おー、すごい、あそこね、あと一歩歩きそうだけどね、こう、右、左って言った時のこの右足でちゃんとジャンプしてるからね、オーバーステップにもなんないよね、すごい、これはもうね、フィジカルだよ、フィジカル、素晴らしい。おー、ナイスプレー。チャオが右バックじゃなくて、チャオが真ん中から左側まで大きく動き出すと、どうしてもスイッチをしなきゃいけないよね、真ん中のディフェンスが。で、今のはスイッチミスなんだよ。あ、ナイスプレー。このデムラっていうのも本当に
いい仕事するから、攻守ともに、攻守ともにデムラはいい仕事するで。まだ、うん、おーすごいよ、ハンドボールっぽい、体がバンバン当たる。ナイス、おーまだ、おーまだチャージ取ったか。チャオーやばいチャオマジやべえ、チャオ、なんだ今のチャオのシュートなんかは。ナイスプレーナイスプレーナイスプレー、あーナイスゴールキーパー、すごい。いや今のはね、キキリクラのアタックがいいよね。キキリクラがアタックしてチャオを完全に陥没させてるからクロスが効くんだよ。でそっからのポストパスまでは完璧だった。あとはもう中村が素晴らしいセーブをした。すごい中村。動き出してトヨタ合成のアタックだよね。あーすごい、やんちゃ水町。水町は、体がでかくなってるから、あのカットインにすごく力を持つようになって、力を持ってる、あのカットインに。もう簡単に弾けないもん、重いもん、あれグングングンっていってきてるからさ。いやー、いいフェイント、いい1対1だわ。いやー、イージー。さすがコシオ。コシオ、こういう時のシュート全然外さんでない、こいつは。そうだなぁ、詳しいよ、このディフェンスもいいなぁ、合成は。テンポがね、こう、1対1、ボールは回ってんだけどね、そう、こういう動きをした方がいいって、なぁ、ナイスキーパー。中村いいよ、全然動かないもん、シュートに対して。うわー、ナイスプレー。あー、もったいない。おー、すごい。宇都宮。いいよ、宇都宮。宇都宮ワンハンドキャッチからの遠目やろ。いや宇都宮は本当にあれだけど、渡辺がいなかったらおそらくどこのチームに行ってもスタートだからね、本当に。バラスケスと対峙したことある、車体バラスケスとやったことあるんじゃないかな、なかったっけかな。あ、この前バラスケスじゃない、出てなかったのか車体は。おー、ナイスです。早く入れ笠原、何してんの、位置取れ。昨日の岡本さんはエグかったよ。昨日岡本で買ったもん、絶対。
デンマークからナイス、あーボールパス、ポストへのパスがイージーだったらこうなるなー。お、バラスケスが入る。さすがデムラ、さすがデムラ、ナイスディフェンス。セブンディ入った、1対1、ツーヤン、おーナイスプレー、ツーヤンのいいプレーだった今のは。飛ばしパス、いいね、バラスケス。あ、ジン戻ったやん、渡辺が戻ったよ、大丈夫大丈夫。バラスケス打つのか、バラスケス、うおーへー、さすがツヤ、ツヤ素晴らしいよ、ツヤツヤってるよ、ツヤってる、つやってる。つやって弟が、バスケットのなんだっけ B リーグにいるんですよね。東海大でバスケットやって、つや一級って書いて、つや、うん、そう、カズマ、カズマだったかなって言うんだけど、やっぱね、バスケットの方がさ、あれだからさ、つやってるって言葉ができるぐらい活躍するんだよね。いいよ、ベンチ、ベンチでめちゃくちゃ動いてる、門山監督もいいよ、ナイス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 、門山監督めっちゃベンチで動いてるもん、めっちゃ気合入っとるで今日、選手の時にあれぐらい動いてディフェンスしてほしかったな。あー、いいシュート、いいシュート、この古谷ってのは本当いい選手だな、知らんけど、もういい選手だ、あそこからランニングシュートを打つのはもう本当素晴らしい。おー、いいよ、この車体のこのデンマーク、アタックアタック、あー1対1、1対1、チャオに対しての1対1。チャオに対しての1対1、チャオに対して1対1をするか、山口に対して1対1をするかやな。エリア内防御やね、うん、バラスケスのエリア内防御。いやー、つやってるよ、つやってる。ライン内防御じゃない、エリア内防御だよね。バラスケス可愛いね、顔。あー、すごい、中山当たっとるぜ、中山出ちゃった、中村すごい、おっポーンって言ったね、やっぱ高さがあかんな、あと20センチ上だったら入っとんねんけどな、あの高さやな、杉岡打つとしても、あの白赤白やな、40センチやな、下打ったらあかんで。うわナイスキーパー、おー高い高い、
すげえな今の吉野のシュート。高いところから高いところ、ハイコーナーからドーンやで。すごいすごい、ナイスです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 、すごい。今のディフェンス誰や。すごい。今のディフェンス誰や。うん、お、藤本頑張れ。おお、すげえ。大丈夫大丈夫、カメラマン死にそう。今のカメラマン死にそうだわ、それはしんどいわ、やべえな。バラスケスのさ、今のアウトカットインなんかもさ、一歩のでかさが全然違うよね。全然違う。渡辺陣があんなスコノカレ専門普通。ナイスプレー。ツヤが、ツヤってるよ、ツヤってる。ナイス。バラスケスも25歳なんだよね。まだそんなに経験があるわけじゃない、バラスケス自体が。でそんなに丁寧な、丁寧っていうか器用な選手でもないからさ、今みたいなブロックを含めた1対1とかっていうのはそんなにね、うまく外せるわけじゃないと思うんだよね。5成6 0なのに割れてるのは良くない、うん、トヨタ車体がしっかりこう割っていくことを一番に考えてるから、いい攻めしてるよね車体はね。バラスケルスは今年、来年もいるんじゃない、2年契約するんじゃないかな大体。トヨタ車体としても昨日まあゲームしてるっていうのはあるけど、選手のスイッチは今日早いよね。渡辺をまず休ませたりとか、ツヤを入れるタイミングとかもそうだし。ナイスです。あれをコーチさん掴みに行っちゃったんだよね。掴んで抑えようでね。でも僕はいいと思うんだけどね、あのディフェンスに関しては。まあ基準があるからさ、そうなるんだけど、体重は体重で7メートルになるかもしれないけど。ゴー君、僕だったらバラスケスを狙う。バラスケスかチャオを狙う、圧倒的に。パッシブ、あーキック、うわー、チャオ、え、チャオチャージか。チャージはないかな。まあまあもう知らないけど。
ディフェンス、こうなったらバラスケス狙う、宇都宮よし持ってけ、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 おーすごいええ今の取ってしまったらハンドボール面白くないんやけどな。面白い面白くないの話じゃないけどさ、今の素晴らしいプレーだったんだよ。まあ、トヨタ車体点数取ったけど。ポストを守りだと、バックがセンターバックが動いてしまうので、結構広く感じてくるんですよ。ゴーセは14番、田中選手が入りました。14番、田中大輔、25歳。今年8月からですね、ゴーセに。バラスケスっぽい。まあ、バラスケスの良さだよね。シュートを打たせる。ジャンプしてもさ、空中でジャンプしてジャンプしてアタックしてもさ、3メーターぐらい飛んでるからさ、なんて言うんだろう、それこそあの空中で正面で当たったとしてもシュート打ち切っちゃうから、もう本当に強いよね。もう手が打てなくなっちゃうよね、あれ以上。かといってキャッチ行くかって言ったらキャッチ行けないもん。パッシブ上がるよ。ステップ、合成、車体としてもちょっと攻めあぐんでるよね今ね。そっからバラスケス、JP いいぞ、 JP。JP、JP、秋田県民いいぞ、秋田県民。おー、ナイスキーパー。あ、イージーだね、その辺がね。いやー、まあ、リズムがね、どっちに行くかなんだよね。こういうミスが連続したときにさ、リズムがどうなるかだから、戦い方だけはっきりさせたいよね。押すのか押さないのかっていう。早い。おーな、あはは、いいぞ、加藤。いや、徳田のシュートも悪くなかったんだけどね。すごい、すごい。ここから狙う、アタック。ナイスプレー、ナイスプレー、ナイスプレー。フジモン、フジモン外した。な、でも悪いプレーじゃないね。吉野のアウトの取り方なんかすごい良かった。やばい、バラスケス。バラスケスやべえ、バラスケス。バラスケスちょっと当たっても全然こうあれせんな。バラスケスはキューバ人だからさ、スペイン語なんだよね。で、ウーゴ・ロペスはもうスペイン人だし、スゲルさんもスペイン語喋れるから、指示とかはさ、スペイン語でもやってると思うんだよね。欲しいでしょうね、点が。そう。で、なんかこれがね、後から聞いてくると思うんですよ。何やってくるか分かんない選手が一番怖いから。そうね、あの時からこのシュートですね、もしこれで次の選手が動いたら、だから他で、JP なんかはさ、ちゃんと当たりにいってるもん、JP が。うん、
されるとやっぱ見ちゃいますけど、やっぱそこでやっぱしっかりね、次次と重ねていけば、あの今のね、得点チャンスがかなりあると思うんですよ。もう2人、3人寄せてるんで、はい、まあ、そこが今次出てくればね、あの全然違ってくると思うんですけど、あ、見どころ一つ取りました。車体が、おー、すげえ、吉野のこのシュート、マジすげえ。すげえ、吉野、マジすげえ。すごい、もう70センチも飛んでる。おー、ナイスプレー。おー、2人、ステップ、ステップ。ステップ。ああ、ナイスプレー。いやー、車体のリズムになってきたね。守って速攻というか。バラスケスを変える勇気があるかどうかやな。やっぱね、高い金払ってね、助っ人で呼んでるからね、ゲームで使うんだよね、何をどうやっても。頼むぜ、つって。水町も悪くないですからね、水町も。デムラいいよ、デムラ。バラスケスにしっかりアタックいくと、そうなんだよね、そうなんだよね。 JP いいよ、 JP、 JP の方がバラスケスにとってはいいかもしれんな、笠原より嫌がっとるで。アタック、うわー、徳田の利き腕を開けたらね、シュート打たれちゃうよね。はい、もん徳田猿だもん、だってだってって言っておかしいけど、うーん、立山監督ベンチをなだめてそらしてますけど、あなたのガッツポーズが一番派手ですって。いや本当にナイスプレー。いやー、惜しい、いいプレーなんだけど、これ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 、10秒だよ、10秒、10秒守らないかんで、10秒打つ、絶対徳田を打つ、絶対徳田を打つ、そう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 、徳田を絶対打つ、自分が。あっという間やな、前半終わったの。まあ加藤良かったね、中村も良かったね。ゴールキーパー、両ゴールキーパーはいいね。やっぱりさ、どっちも、どっちもっていうか、ゴール、いいゴールキーパーが2人おったら、やっぱりどっちか当たるでな。どっちか当たる。だから、ゴールキーパー1人だけでもダメなんだよね。2人やっぱいなきゃダメだね。接戦して、そしてもう攻守早いとね、僕ね今もうお茶飲み忘れてました、まだ空いてませんから。そうですかね。いや本当ね、もうね、誰が監督インタビューかぐらい、もうみんながしっかり役割果たしてますよね。全く、昨日の初代もそうだったわけなんですけれども、はい、今日さらにもうなんかやっぱね、見てても攻守早いじゃないですか、攻守交代が、はい、やっぱ一つでも切り抜いたらやられますよね。さっきの津屋選手のね、逆から後半の見どころお願いします。ね、後半の見どころとしては、で決まりますよね。そこを感じさせる両チームのプレーありました。あ、監督インタビュー聞きますね。ちょっと監督インタビュー聞いてからにしました。そうですね、前半立ち上がりちょっと硬さがあったんですけども、まあ、後半ですね、しっかりチーム立て直して、勝ちに行きたいと思います。中盤はちょっとオフェンス少し踏み上がったなという印象を受けましたが、タイムアウトではどのような声をかけたんですか？タイムアウトは逆にディフェンスの指示をしたんで、ディフェンスに対する指示をもう一回最後徹底して、うちのハンドボールですね、走るハンドボールをもう一回後半やりたいなと思います。2点ビハインドですが、後半はどんなゲームにしたいですか？そうですね、必ず接戦になることはもう頭の中から離れないから予想されてましたんで、
そこの最終的な部分で、60分戦った時に1点差でも勝てばいいかなというふうに思ってます。ありがとうございました。田中スタートでした。トヨタ合成の応援めっちゃ来てる。この青いビブス来てるのはさ、合成の応援だと思うんだけどさ。後半の見どころでしょう。後半の見どころはね、何をどうやっても、退場が出ると思うんですよ。退場が、だから退場が駒沢なら満席です。まあそうだよね、箱がでかいでね。退場が出た時にゴールキーパーがセーブする、もしくは攻撃でミスをするとかなると、数的不利なチームでもチャンスはあるし、それをきっちりきっちり、取っていくとやっぱりリズムが出てくるんですよね。こうトヨタ車体が間を割っていって割っていって割っていって得点を重ねている傾向が強いので、それをどうやっていくかですよね。だから合成としてはそれを守りながらにもなるんだけど、やっぱりデムラのシュートとかがさ、あんまりこう打ててないから、外側に行って外に散らすような展開もちょっと作りたいね。まあ最終的にはゴールキーパーを含めてどんだけ守るか、ではそして3秒から5秒の間の速攻で点数を取れるかどうか、この割合が最後勝敗つけんじゃないかな。退場と速攻だね。そうかな、そんな気がするなって思いますけど。いやー、ハンドボールおもれえなこれ。合成のセンター、関東2部の選手、あ、ドローンジャパン長澤さん、合成応援団多いですよね。車体の応援席にいるんですね。合成のセンターは順天堂出身なんですよ。順天が今2部なのかな、だから2部だけれども、駿台甲府でしょ。駿台甲府から順天行って、やっぱいい選手のこの一本釣りってのはあるよね。いい選手を一本釣りする、監督がさ、どんなハンドボールしたいかによってさ、選手の獲得がやっぱ違うんだよね。違う、メガルが大学の監督とか実業団の監督をするんだったら、もうバスケット選手とか取りたいもん。2メーターぐらいのドーンっていうバスケット選手取りたい。バスケット選手のディフェンスのスペシャリストを作りたいって密かに思ってる。合成はさ、出てない選手がいっぱいいるよね。田中大輔ちょっとしか出てないし、藤井瀬那出てないでしょ、あのサイドの子も出てないでしょ。か、津波子も出てないね。あと誰が出てないかな。出てない選手結構いるんだよね。だからフレッシュな選手がさ、仕事してくれたらいいよね。JP さんナイスディフェンス、ほんまやで。 JP ナイスディフェンスや。 JP 菅野は湯沢高校から筑波大に来たんだけど、湯沢高校の時からトヨタ車体で入りたいって言ってたらしいよ。車体に入ってハンドボールしたいんですって言ってたらしいよ。当時のトヨタ車体は、菅野が今何歳、JP 僕の5個下だったかな、30ぐらいかな。ってことは
12年前が僕が現役1年目とか2年目ぐらいの時かな。もうその時からずっと、ああ車体でやりたいとかいう子いるんだよね。オムロンもそうなんだけど、オムロンでハンドボールするためにとか、あの選手に憧れてとかっていう子が結構いるんですよね。だからそういうチームになるってのがやっぱりいい選手を呼ぶよね、うん、なんか知らんけどちょっと周りよりハンドボール上手くて先生が行けって言うからそこに行ってますみたいな、選手とは全然違う、全然違う。どうしたの？今生放送中。今大丈夫ですか？あ、もう起きてかけまで帰ってきたら生放送だなと思って。いいね、いいね。どうしたの？ありがとう。いや、お参りしてきたから、コーチにこれ、人の縁と結びますよ。お守り。バックに入れるなり。ひでみさんの分。地元でね、主婦の方にトレーニングしてるんですけど、今日はなんか八女、福岡県の八女に鯉の木神社っていうのがあって、その鯉の木神社の縁結びのお守りをいただきました。人の縁も結びます、仕事の縁も結びます、恋愛成就って書いてますね、ここに、はい。もうなんか皆さんにね、いろんな気を使ってもらってですね、僕は幸せですよ本当に。この参拝記念の飴湯とかももらっちゃった。ありがとうございます、すいません、頂戴します。いや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 、皆さんどうですかね、決勝どっちが勝つと思います？中村が最初の方に当たってたから、中村がまた当たり出したら分からんよね、分からん。加藤もそうだけど、中村がまた当たり出したら分からんし、あとは豪勢がどのタイミングで選手をスイッチするかだね。うーん、バラスケスも悪くはないんだけど、悪くがないからって言ってもまあ水町とかにねスイッチしてもいいと思うんだよね。沸騰してお湯町になるかもしんないしさ、宇都宮選手の引退悲しい、自分らの世代の怪物でした。いや宇都宮はね本当にいい選手だと思うよ、で本当に渡辺がいなかったら絶対どこ行ってもレギュラーだもん。もう渡辺がいなかったらって言ったら失礼だけどさ、宇都宮に渡辺も本当にいい選手だから、いやー結構入ってるね。駒沢だったら満員、うん、そうかもしれん、駒沢だったら満員かもしんないな。これをさ、それこそリーグ機構の芦原さんとかがさ、いろいろやってるからさ、小沢さんアップルパイ焼いてくれる素敵な女性に出会えるといいですね。ありがとうございます。こうやってこうやってもう日曜日の午後にアップルパイを焼いてくれる奥さんと僕は結婚するんですよ。中学校からの夢なんです、それはってずっと言ってるんですけどね、僕は。
橋本聖子様が来てるよ。橋本聖子様、すごいよね。このさ、一回さ、あの去年もそうだったんだけど、え、それってハーフタイム中に紹介しなきゃいけないの？で、解説してる時もなんかね、タイムアウトの時にこの紹介があったような気がするんだよねえ、タイムアウトの時にそんな紹介しますみたいなことを思った覚えがある。まあいいけど、いいね。やっぱそのフィールドゴールの成功率、はいね、やっぱ23の中高って決勝でここまでいい、ね、数字が出るとは思わなかったですけど、やっぱしっかり決めとか決めてますよね。で、この数、まあ、2点差ですけど、中村合成のキーパーに当たりが欲しいね。 16.7% は18本飛んできて3本しか取ってない。あ、杉岡選手、吉野選手が4分の2ですか。それから津屋選手が3分の3ということですね。さあ、東さんは印象からいかがですか。まあ、このフィールド阻止ですね、フィールドシュートの阻止率が 16.7% というのは、中村選手からしたらありえない低い数字なんですね、はい、でこれなぜかというと、やっぱ立ち上がりで渡辺選手が4本で中村選手のリズムを崩したと、はい、でさらにちょっと立て直そうとしたところで津屋選手が、まあ、普通だったら勝負と言われるような角度の悪いようなそのミドルシュートを3本決めたということで崩れてるんですけど、これ後半このままいかないんで、はい、まあ、冒頭言った通りやっぱり5点ぐらいリードしてないと、合成の方が力が上っていうのはまあ動いてないと思いますね。まあ、射体もそういう勝負であるカードをすでに何枚か切って、まあ、見せたっていう考え方もできる。昨日トヨタ車体の門山監督は言ってましたよね。合成と試合をすることに関してのディフェンスシステムをっていうことを、まあ、一つ持ってると。この 6-0 からそのディフェンスシステムをいつ使ってくるのか、もしくは使わないままも60分終わるのかっていうのは分かんないけど、それがね、こんにちは、審判結構怪しくないですか。何、怪しいって何ですか。か、何、立ち振る舞い怪しいどういうこと怪しい、怪しいってどういうこと、ね、うわっしゃ、チャオチャオ、すげえわチャオ、ぶん投げるもんチャオ。あれをどうやって守るかやな。でもあのシュートを守ろうと思ったらちょっとしんどいから、あのシュートは捨てよう、うん、捨てよう。スタック狙う、あー素晴らしい、キキリコリ、キキリクリ。もうね、2枚目が、合成の2枚目がパンパパーンっていって牽制かけて守りたがるんだよね、高いところで。だから今キキリクラがスポーンって瞬間的に孤立した、その孤立したその瞬間に見逃さずに1対1いってんだよね。キキリクラとチャオの1対1の力関係からしたら、やっぱりキキリクラが勝ってたっていうところやな今。ここで退場出ましたよ、退場が。退場が出たので、ここでの戦い方、時間の使い方ってのは大事になってくるよ。車体がここをしっかり守れるか、もうパッシブやな、うん、この間を割れるかどうかっていうのも大事なんだけど、時間を使いながら
ここをどうやってコントロールするのか、もうパッシブが上がると思う。そうだね、しっかりコーチさんが対応してる。負けてこれこういうことはよくあるんですよ、はい、やっぱりね、一回トレーナーが入ったから、あー完全にひねったね。ジャッジが怪しい？それは言えない、僕は怪しいか怪しくないかは言えないわかんないよね、水町がいけるかどうかわかんないけど、そこでバラスケスがおるでな、まだバラスケスがパッシブ上がってるから、バラスケス打つんじゃね。うわー、コーチさん、バラスケスに向かっていける人コーチさんぐらいしかいないよ。すごいじゃん今のディフェンス。まあなんだっけ、ジャンプしてる相手に対してジャンプしてぶつかったらこれはダメなの、許されていない行為なの、許されていない、ルール上は許されてはいない。ジャンプしてる相手に対してジャンプしてぶつかったら、空中の相手に。だけれども今のは別にバラスケスも退場取らん、退場と思っとらんで、あれ今の。まあいいけど、そうそうそう、いやー水町の退場からどうなるかなと思ったけど、その次の車体の退場も大きいな、流れがわからんね。渡辺仁がどれぐらい回復できてるかって、コーチさんも退場中ってなったらやっぱツヤやな、ツヤ。吉野早い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 、ねえ、デムラのシュートが見たい、デムラのシュートが、デムラにシュート打たせろ、デムラに。ポストポスト、ポストポストからのユーゴ、ユーゴからのポサイド戻る、はい、素晴らしいですよ吉野さん、さすが、すごいシュートだ。デムラ、いやデムラ、さすがデムラ、いいよ、シュート率ナンバーワン。いや福井県の進学校である越高校を出てですね、一般で筑波大学に入って、もうすごい身体能力と努力家でですね、筑波大を出て、まあ、実業団に入りたいって言ったんですけど、なかなかタイミング悪くてデンマークに行ったんですよ最初。でデンマークのゲーオゲーとかでちょっとプレーしてたんだけど、帰ってくるってなった時にトヨタ合成に入ったんですよ。でもう大成功、もうデムラは逆輸入選手でトヨタ合成入ってるんで、もう素晴らしいよね。さてゲームは面白いよ、ここで6対6やろ、6対6、バラスケスそこで打たしたら絶対無理、もう絶対無理、バラスケスそこで打たしたらもう絶対無理もう絶対無理、そんなの打てないみたいな。まあその前の、まあ、橋本のブロックも効いてるよね。
これ手前から数えて4枚目のさ山田に対してしっかりブロックしてるもん。ナイスプレー。おお、うまい。惜しい。今のツヤのシュートが素晴らしいよ。ツヤ。ツヤの今の1対1かのシュートはすごいよ。からの笠原やろ。菅野が2枚目か。すっぽんディフェンス、菅野。あー、寄るの早いよ、通夜。ゴー君、シュート打たしたら入るもん。大塩、小塩。強いんナイスプレー、ナイスプレー。ナイスプレー、ナイスプレー、ナイスプレー。ああいうとこでのね、こう、ウェーブだよね。右バックがこうやってツヤとかが入ってくる時に対してのこういう入りっていうのがこのファーストウェーブセカンドウェーブを考えていった時にさやっぱ効いてくるよね。ナイスパス。いやーなーチャージチャージ、今のはチャージだった。ああなあすげえすげえすげえ。バラスケス、バラスケスじゃねえよ、加藤。あれ加藤に当たった後着地したバラスケスに当たってない？今のいいよね。バラスケスみたいな1対1すると思ったらフルヤみたいなちょこちょこちょこってしたやつもいるんだもんな。こりゃ困っちゃうよね。チャージケアセケアセミチナスボーズメーって言いながら多分やってるで。おお、ナイスです。いいよ、もう一回もう一回サイド融合からの2対2からの1対1、まだ割ってく割ってく。絶対チャージじゃないよ、絶対チャージじゃない、絶対にチャージじゃない、なん絶対にチャージじゃない。なんでかって言ったら、コシオは自分からぶつかりに行ってんだもん。立ってる人間にぶつかってるのがチャージであってさ、自分から迎えに行ってるんだよ。これぶつかったら 50-50 だよ。絶対にチャージじゃない。って僕は思うんですけど、ごめんなさいね。知らんけど。だって守りに行ってんだもん、自分で。自分で守りに行ってるんだったら自分でこうやってぶつかりに行ってんじゃない。自分守りに行ってんだもん、ぶつかってんだもん。これもう自分の相手の進路を体を使って遮断するっていう部分では 50-50 だから、立ってる人間に対してぶつかったらチャージだけど、これに対してこうやって行ってんだったら絶対正面だろうが何だろうがチャージにはなんないよね。あー、ナイスキーパー加藤、すごい加藤、すごいよ。ナイスキーパー、よく準備してる。いいよ、ちょっとこのセットの攻防に魅力的だよね。ハンドボールらしい力強いセットオフェンスのハンドボールらしいやり取り、これが面白い。パッシブ早くない？ちょっとタイムアウト取ろう、片山さん。タイムアウト、ちょっとなんかあんまり良くないで、リズムが。タイムアウト取ろう。
やりますけども、キーパーですね。野球大国ですね。ああ、ホゴステップからパスに行く。あ、あれはシートのパスが下がった。佐藤すげえ。今の一歩のバラスケスのデカさね、デカさ、そしてあの加藤のセーブね、素晴らしい。だからとりあえずタイムアウト取ろう。もうなんかちょっとリズムおかしくね、よあんま良くないもん。タイムアウト、タイムアウト、うん、じゃあいやいや今下から入っとるやん、今の完全に。パス、あ、え、絶対退場。そうですか。これは、まあ、ボールを追いかけたってことですよね。たまたまですね。まあ、嬉しいプレーあります。ちょっとね、まあ、プレーは車体攻撃です。あー、すげー、コーキさん、すげえ。これ一人二人かわしてかわして、プレーやめない、なぎ倒してシュート、ブラボー、ムイビエン、すごい、さすがコーチ帰り、いいよ、すごいよコーチさん。お、水町復活した、水町復活しとるぜ。順平がディフェンスで活躍したらいいよね。あー、いいシュート。あー、でもダメだった。これ取れるかな、テニス。あかん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 、ストップ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 。後ろからボールがめちゃめちゃ上がってましたね。そうですね。お、5アンだよ、5アン。この時に何をするんだ、別にやることは変わりません。トヨタ車体の場合は変わりません。1対1です。ずれました、飛び込め。あー、いいキーピングだった今のは。見せてましたね、しっかりそこにいると。やっぱり鳴らすとやっぱ飛びますよね。1試合だからずっと活躍しないってことはないですよ、はい、まさに東さん、そうですね。後半始まる前お話ありましたが、その通り。そして今度は9番にチャオ選手戻ってきました。チャオが戻って水町、古谷のバックプレイヤーだね。守って速攻とか、あとはですね、クイックスタートとかチャオに疲れることが早いですね。このさ、この手前から数えての10、この4枚目のディフェンスのさ、アウトブロックにさ、よく引っかかってんだよね、さっきからずっと。山田にしても岡本にしてもさ、それをちょっと外して上がりたいよね。引き肉のチャオの1対1をかけて、戻ったところをチャオに守らせて、そのこのゲームからさよならしてください。それでは24番、北爪選手が入っています。行きますね、チャオ。さあ、気を下がります、北爪。チャオと、こちらをナイスプレー。もうそういうところ、コーチさんの、コーチさんのこの体を使ったそういうところ、もう大好き。コーチさんが今の入りは、水町じゃない、あのキキリクラのさ、あのパス1本良かったんだよね。コーチさんが動き出すまでちゃんとキキリクラがこう待って見てるからさ、それがね、良かったよね。で、だから今横から押すってペナルティになりましたけど、今のやっぱ入り方、お、藤戸いいんですよ、ああいう入り方がやっぱゴールにつなげますよね。枠外か、藤戸のプレッシャーやべえな。代表は坂井選手を押しのけて今入ってるんですけど、身長でいうとゴールキーパー175cmですよ。そうですよね、はい、トヨタ合成は全然弱いチームの頃から、はい、いやー、面白いね、この試合展開は。どっちがリズム作るかな。先に動きたいんだよね、先に何かを先に動かしたい。
大きな仕事したと思いますよ。この大舞台でやりました。ああ、うわー、シュートミス。ディフェンスが良くねえな、どっちも。どうするかやな、こっからもうちょっと狙いをさ、こう明確にさ、そうそうそう、ファーストウェーブ行った、こう行った、展開強く、パス早く、供給供給、ボール持ちすぎない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 よ、おい、もうよし、戻れ、合成が逆転か。さっきからちょっとな、あとリズムが悪いんだよな。何した？そう。一回締めたいよね。ファイブワン？ファイブプラスワンかな。ファイブワンだな。岡本の顔。でもさ、この今のなんかただのフリースローなんだけどさ、僕もなんか北電で試合してる時なんかもさ、何もしてないのに、何もしてないって言ったらあれだけどさ、これがハンドボールだろうみたいなプレーしてもさ、体調とかになんだよね。だってしょうがないよね、ハンドボール見たことないんだもん、この日本のハンドボール以外を。しょうがないよね。ここで合成がタイムアウト取ったのは車体にとったら良かったよね、ラッキーだったよね。どちらかというと車体が僕タイムアウト取った方がいいと思うもん。だから車体が何をするかって言ったら、ディフェンスを固めるっていうのもそうなんだけど、攻撃の確認を絶対した方がいいと思う。攻撃の確認、渡辺が出れるかどうか。ツヤが準備してる、渡辺が準備してる、サイドが切った、あ、山口がいい仕事したね、タイムアウト明けの。岡本1本取ったら面白いんだけどな、腰をでも 7m うまいだな。お、2つ離れたか。いや、ここでいいんだ。ここのセットオフェンスをどうするかやな、車体は。徳田のディフェンスはいいと思うよ、今の。攻撃きっかけ、こっからそう、1対1。ダメ。うわー、そこで速攻の展開でやられたっていうのは、小潮はいい仕事した。でタイムアウトやろう、ちょっと遅いんやってのタイムアウト、3つ離れてからは。車体は攻撃にちょっとアクセント欲しいよね。多分イシャドウを外して、
玉木を入れたのは攻撃のアクセントをつけたいと思った時にだと思うんで、まあ、バックプレイヤー玉木を入れてもいいと思うし、あとは北爪とか入れてもいいしね。渡辺がもうあかんのかな、まあ僕だったらチャオを狙って退場を誘う、チャオを孤立させるような1対1にする、それをどうするかやな。サイド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 してユーゴやろ、こっからユーゴユーゴ、ここ、これから2枚目来てるから、うんですね、うん、15、ここ、チャオ、1対1、1対1、チャオ、1対1。あそこのさ、やっぱりチャオは2回退場してるから、この試合の中で、で、攻守においてチャオがいるのといないのは違うから。やっぱりあそこ狙いたいんだよね。でチャオは1対1がそんなに得意なわけでもない、だから徹底して1対1を狙うっていうのは大事だと思うんだよね。僕が監督だったら指示をするわ。パス出してからパスアンドランで、いないところに走り込んでいった選手をしっかりよく見てましたね。さてこれからどうするかやな。あーやんちゃ水町いいですよ、水町ギュンギュン、あーナイス。このさ、この水町はこの辺でボール振り回せるんだよね、あれが強い、あれがチャオに対して1対1だって、1対1、1対1、もっと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 元気よく1対1、チャオだってついてけてないもん。ナイスプレー、オースティア、あーナイスプレー。いやーまだこっからまずクロス狙う、いやそれでいいと思うよ、割ってかなきゃダメだもん、割ってかなきゃ、割ってけ割ってけ、コーチもちょっと痛んだのかな、もしかしたら。あーすごいすごい吉野、すごい、もう日本のエースだ吉野、ポンポン、もうここで打っちゃうもんね、シュート打っちゃうもんね、すごい体強くなってるわ、体が。合成としたら真ん中、真ん中の真ん中やで、真ん中の真ん中、真ん中の真ん中、うん、そのおお、パスパス、いやーいやー、出村、そこで出村、そこで出村、あそこでリバウンドを取ってさ、出村の何がいいかって言ったら、今の近めのシュートなんか見ました、あれ最後瞬間的にふわっとこうボールを置きに行くっていうか力抜いてるんですよ、この力を抜くっていうのが一番こう難しくて、力を入れるよりもこの力の抜き方、抜き具合っていうのがね、調整するのが大変なんです。あ、ナイスプレー、ナイスプレー、ナイスプレー。もうこのふわっていうこの力の抜き具合がね、本当にこのなんていうの、赤ちゃんのお尻を触るようなふわっていうこの柔らかさのソフトタッチがね、大事なんですよ、大事で。今のもトヨタ車体の攻めとしたら、あれいつもずっとやってる攻めだから、ずっとやってる攻めだけど飛ばしパス1本でああなるわけよ。結局そこはサプライズ的な部分もあるけど、ああいうアレンジだよね、同じ動きの中からアレンジ。
いいシュートだ。まだ分からんでな、この試合は全然分からんでな。合成としてはここをどうやって攻め切るか、チャオがいる、水町が、うい、チャオ、ナイスキーパー、ナイスキーパー加藤、ナイスキー加藤、吠えとるでね。あー、ナイスキーパー中村、すごい、大丈夫、何した、すごいぞ中村も、今のも手で取った反応したもんね。吉野はでもね、速攻からこれ打っていいと思うよ。すごい、あれを取るのはすごいね。いやー、ゴールキーパーの出来は大きいね、ここからは。2対2、クロス、クロス、もうさ、後半の23分だからさ、注意じゃないんだよ。セブンディ、あ、低い、やばい、やばい、低い、さすがやんちゃ水町、やんちゃ水町の1対1は聞いとったな、今の1対1大逆聞いとるばい。こっからこの動き、この動き、チャオに対してナイスプレー、うわー、ツヤいいプレーだよ、ツヤツヤいいプレーしたよ、山田山田、もう一回やれ、もう一回、もう何回もやれ、聞いとる聞いとる、それ聞いとる聞いとる聞いとる、そこでチャオに1対1、そうだ、まだチャオは嫌がってる、そうだ、山田ブロック張る、ここでどうするかやな、一つディフェンスやな、車体、いやーナイスです、ボール、うん、ナイスブロック、さあどうする、まだよこれ、まあもう一回来た、やーべえ、チャオインチキ、チャオインチキだわ、あれもう打ったら入るんやもん、あーミスになった、あ出た、ナイス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 、テンポ上げないかんで、7人攻撃、テンポ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 、攻撃回数を多くしないと4点つながらないもん、うん、パス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 、おアタック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 、あうわー、いやー、これはちょっと仕掛けないとまずいな、4分やろう、ディフェンス、ここディフェンス守って速攻走る、残り4分ある、大丈夫大丈夫大丈夫、うわー、ここで出村、いやー、仕事人だ出村、出村すごい、地味な顔してすごい、
すごい。でも早く早く早くシュート打たないと。打たないと。打たないとシュート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 。早く打たないと。ダメだって。早く打たないと。ああダメダメダメ。強いプレーしないと。強いプレー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 。ボール奪いに行かないと。ボール奪いに。早く3分3分。片山哲也なんかディフェンスシステム変えるって言ってなかった？そして4点差、ボール奪いに行かないと。だって4点差やで、うん、そうやろ。パッシブならないかも。ない。ステップパス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 シュートシュート狙うアタック。なあ早くフィニッシュしないと、早くフィニッシュしないと点数取らないと。打てーだー。ナイスキーパー中村。位置取りがいい中村の今の。素晴らしい。わけないだろう今のが。なんで今のがブロッキングになるんだもう無理もう無理。ああもうこんだけ回してもパッシブならないんだったらもう絶対無理無理。合成初優勝か。いやー何がこの流れになったんやろな。何がでもそれこそ、まあ、ちゃおやな。チャオが入った、ウーゴが入って、チャオが入った、そこからやな、やっぱり。そこから、そこから。で、シゲルさんが来て、あれからやっぱり流れが変わってるよね。だって、スタッフなんか日本リーグで一番、あれしてると思うもん。なんだっけ、充実してると思うもん。ハンドボールの人間だけで十何人おるんじゃないかな、スタッフすげえなー合成。だって合成って僕が車体にいる時最下位争いとかしてたもん。それが時を経て日本一になるんだもんな。やっぱり面白いなこういう流れってのは。だって北電でやってた成田ってやつがいるんだけど、合成に入るぐらいだったら北電に入ろうかなって言ってたやつだからね。今こうなるんだったらもう絶対合成行く言ってたよねいやーよかったね。古谷もよかったしね。あー内海お疲れさん。引退やな、普通に。ようやったで。みんなようやったで。お疲れさんやで。渡辺仁も悔しいだろうけど、
まあ 100% コートで出した仲間になんか誇らしそうだよね。そういうところはなんか素敵よね。腰を動きチームを牽引し続けました。さあ宮崎大輔選手の思いはいかがでしょう。はい、いやー面白かったサンドボール。皆さんどうでしたかね。どうでした、面白かった、よかったね。いやーこういうハンドボールが見られてよかったよ。もうそれこそ日本代表の、まあ、エースにもなってる吉野とかがさ、吉野とかがすごいプレーも見せるし、バラスケスもいるし、チャオもいるし、そういうところで日本のレベルは上がってるなと思う、本当に。まずディフェンスがね、最後までしっかりケアできたのかなと、途中で安藤さんも言ってましたけど、チャオ選手が前、最初2枚で、シーズンお疲れさん、長いシーズンやって本当に涙が出るわ。もう本当に悔しいわ。渡辺も宇都宮はどうするんやろな、社業専念かな。あ、トイカイトがいる。頑張れトイカイト。うん。あ、よかった。ということで終わりましょうかね。今シーズンキーパーのレベルが本当に高いと思いました。あ、そうですね。合成みんな良かった、本当良かった。あ、そういうところではね、合成のこの層の厚さというかね、あれは良かったと思いますよ。じゃあありがとうございました皆さん。ハンドボール面白いですね。また今後ともよろしくお願いします。チャオチャオチャオ。